事件は、大岡翔平の推理小説、少年の起こした殺人の心理を中心とする小説である。1961年から翌年まで、若草物語の題で、朝日新聞にて、連載、過失修正の後、事件と海外し、1977年に、新潮社より刊行された、戦後を代表するベストセラーとなった。1978年に、 日本推理作家協会賞を受賞した。1978年に事件として映画化された。また、1978年から1984年には NHK でテレビドラマ化され、1993年にはテレビ朝日の土曜ワイド劇場で放送された。神奈川県の山林で若い女性の視察死体が発見された。 23歳の被害者はこの町の出身で、厚木市でスナックを営んでいた。数日後に、警察は19歳の行員を逮捕した。彼は、事件の夕告現場付近の山道で地主に目撃されており、事件翌日から被害者の妹と駆け落ちして、同棲していた。裁判が開始されたが、召喚される証人から、次々と意外な事実が解明されてゆく。 裁判制度が本格的に提示されており、アメリカのサッコとバンゼッティ事件についてのフランクファターの論文に依拠している。急激な都市化が進行中の都市近接農村を舞台としたことで、開発ブームでは来たつ日本の時代賞を描いている。1978年、野村義太郎監督により、小竹が制作、配給して映画化、裁判ドラマで、 後日の日本の映画賞を受賞した。DVD も同社から発売されている。ドラマ人間模様枠でシリーズ化されて放送された。1978年4月9日から4月30日放送の事件のみ大岡の原作に基づいている。それ以後の5作品はすべて菊池弁護士というキャラクターをそのまま使った早坂明のオリジナル脚本による。 シリーズスタッフキャスト事件大竹は映画版と同じ役を演じ、テレビでの被告、植田博士を演じたのは映画版で菊池を演じた丹波哲郎の長男義高だった。視聴率は第1回16.3%、第2回14.0%、第3回15.4%、最終回15.6%。続、事件海辺の家族族。 続受験月の景色新、事件我が歌は、花一門目新、事件ドクターストップ新、事件断崖の眺め1993年6月12日に放送された。後シリーズ化されている。スタッフキャスト他この記事は、以下のカテゴリーでも参照できます。続、事件海辺の家族に関するカテゴリー、続、続受験月の景色に関するカテゴリー、新、事件に関するカテゴリー、 新、事件我が歌は、花一門目に関するカテゴリー。新、事件ドクターストップに関するカテゴリー。新、事件段階の眺めに関するカテゴリー。ありがとうございます。